皆さんおはようございます。ティン、ダーの脈は金太です。今回はトヨタ自動車、の話をさせてください。創設したトヨタ自動車ご存知かな。その社長が豊田喜一郎さんでございます。名古屋で生まれま、東京大学工学部機械工学科卒業。トヨタ佐吉の意向により、まあ工学部も学んだそうです。東京帝国大学の工学部。名古屋に戻ってトヨタ紡織入社、まあ、トヨタ自動初期製作所設立、そしてトヨタ自動車誕生しましたね。1937年、2代目社長ですが大量生産は不可能です。いや、社会に復帰者がなくなったです。そのもう一人の方、発明家として活躍したのはトヨタ佐吉さんでございます。1867年、だいぶ先輩ですけどもね。はい、確かに農家としては大変でしたけども、いろいろな木綿の初期やはり始めたそうでございます。はい、自動車開発は息子の喜一郎に引き継がれたそうです。確かに信頼あるものです。というわけで、トヨタ自動車誕生秘話でした。バイバイ。